はい、皆さんこんにちは、チェでございます。何でしたっけ、88のマカカーラですね、やっていきたいと思いますが、座標忘れちゃったね今ね、私ね。でも多分これ、カードでしょこれ、今カードに来たのでね、袋小路に追い込まれちゃってるんですよね。今袋小路ってわけでもないですけど、侍さんがね。で、カードに来て右向くと、ああ、そっかそっか、まだここか。で、ここに出てですね。で、右ですね。右に行って、ぐるーっと回り込んだら、うん。あれ、下に行っちゃうね。ちょっと待ってね。これ、あ、逆。いや、逆じゃない、逆じゃない。逆じゃないね。結構ダメージ痛いね。はい。で、ちょっと待ってね。あ、これか。あ、こっち入らないといけないわ。さあ、もうバシバシ倒していきましょう。おお、突っ込んできた。いい勝負するね。あ、大丈夫か。ちょっと転がったら座禅しましょうか。はい。はい、座禅ね。よいしょ。おお、まあレベル、これだったらね、もうレベルガンガン上げれるなって今思ってますんで、まあ武士と一緒ですね。実質利益は20しかないんですが、ただ5が99とか、そのカンストできるんでしたら、5がカンストするんだったら、ありですね、正直。カンストした状態でバンバン稼げるんでね。と私は勝手に目論んでますけど、なんで横向いてるのかが分かんない。こっちだと思うんですけど、あ、違うか、こっちか、あ、違うか、え、道迷っちゃった。まあでもここ迷っても大したことないんでね。ここは道迷っても全然大したことないです。あ、逃げる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 。案外ここで5があったらダメとか言われたらね、すごい意地悪なゲームになるんでね、それは避けたいなと思います。じゃあ何、ずっと逃げないといけないのってなっちゃうんでね。おお、ね、ただでさえ逃げまくってると食料の案になっちゃうんでね、食料欲しいですね。あ、これ多分合ってるよ。あ、違うわ。間違えてるかな、これ。これ間違えてるかもわかんないね。いや、5をどんどん貯めていきましょう。さあ、5はどれぐらい貯まりましたか ?5 がね、10です。これちょっと待ってね、ここ。あ、違う?これ多分間違えてる気がするね。これ逆走してる気がする、しますね。逆走してる気がしますよ。お、これも侍かな。倒していきましょう。うん、レベルが上がればね、うん、いい感じになるかもしれないんでね。すっごい殴られた。すっごい殴られてますね。これ多分間違えてると思います。あ、これ間違えたな。間違えたんじゃない?あ、間違えた。あ、逆に言ってましたね。ごめんなさい。これちょっと女っていうので見てみましょう。これ利益稼げるかな?稼げる気がしないんだけどね。おお!めっちゃいいわ!で、これで11になってたらいいんですけどね。5増えない。女って5増えないんだ。なんだ、めちゃくちゃ乗客じゃないの。え、女さん倒しても大丈夫なの。ほーん、めちゃくちゃボーナスじゃない。
ずいかな。もうあかんわこれ、逃げないと。でこうだね。でねあれ一本打ちに見えるね。どういうこと？ん？あれ？違うわこれ。これこそ間違えちゃったね。今5、私、あ、死にかけてるわ。はい、座禅組んで、私ステータス11かな？あれ？ 5 増えてないね。お、ひょっとしてこれ5っていうのは必ず1増えるんじゃないのかもしんない。いいですね。必ず1増えるんじゃないのかな。それか10が最大値だったら嬉しいね。1000で回復しちゃうけど。でもこの頃のゲームだったら、ゲームというか一般的に考えたらやっぱり100がマックスって思う方がいいのかな。ちょっと待ってね。あ、5増えないわ。すんごく嬉しいんだけど。でこれなんで T 字路になってんだい。ああ、そっかそっか。え、ちょっと待ってね。なんか頭の中でうまいこと整理ができてないね。ここどこ？ん？なんでこんな T 字路がある？ T 字路あるとこって2箇所、3箇所なんだけどね。まあ、T 字路見たら全、ん？入っていきましょうか。右に曲がる T 字路、これおかしいな。だからこっちだね。あ、逃げたのかな、私。死にかけてたから逃げたんだね。ああ、そういうことか。ああ、これで多分大丈夫です。5、10までしか増えなかったら嬉しいんですけど。お、逃げる逃げる。結構敵さん強いね。よし、ステータス見ましょう。お、5増えないわ。こらいいね。こらいいです。お金も3600まで貯まりました。なんだ、そういうことだったのね。で、私どう言ったの？で、今度こうか。ああ、そうかそうか。もうね、一番の敵は記憶だね、自分の。自分の記憶力が敵だね。お、突っ込んできた。5人か。楽しくなってきちゃいましたよ。さっきまでねぼやいてたんですけど。おお、5増えない。これはいい。なんだ、5、10までしか増えないのか。本当にそうだったら結構親切ですね。いや、なんかもう気にしてた自分がバカみたいですね。あのザナドゥがね、ちょっとあまりにひどかったのと、カルマね、あったので、うーんっていう感じでしたけど。でも侍だらけですね。これで利益が少ないっていうことはなくなりましたね。さあ、たまったお金でね、食料バカほど買いましょうか。いやー、あの有限じゃないっていいですね、ほんとね。ただね、お金が豊富でも結局なんです、あれしますからね、飢え死にしちゃうんで、フードがゼロになっちゃうとね。1800あればね、なんとかなると思うんですけどね。はい、座禅組みましょう。で、左ですね。あれ？あ、左じゃないか。ここでもう一個か。いや、なんかね、侍とか出てくるのが、もう、億劫にならなくなりましたね。いらっしゃいませっていう感じがしますね。いやー、よかった。10でマックスだとしたら、嬉しい嬉しい。
もうよあの嬉しい誤算ですね、うん、はい、でもう一回見てみましょう。おお、5、10で終わってる。ちょっと待ってね、コンディションも見といた方がいいですかね。ちゃんと見といて、うん、コンディション OK。 おお、でこれでで入って入ると上の階段があるんですね。はい、登りましょう。さあ4階に来ました。4階、前はここで終わったんですね。で、あ、これいい。回転してるだけでダメージ減る。これ出てこないんじゃない敵。あ、食料なんてなるわ。これダメだ。で、ここを抜けてですね、どう行けばいいんだろう。こっからね、上に行ったり下に行ったりができるんですよ。一つずつ片付けていきますか。一つずつね、片付けていきましょう。右回りでいきましょうね。フードが入るんでね、悪徳商人は。これは、ほんとね、倒しておかないと。ね、食料20しか入らないんですけど、でもいないより全然いいんでね。ここは悪徳商人だけじゃないですか。フードを得られるのは。これでフードめちゃくちゃ増やせれるわ。今ここの国で買いたいもんもうないんでね。ないので、ここ出たら食料山ほど買いましょう。うん。で、ここにも食料たまり落ちてるんで。はい。いや、これであの僧侶も山ほど倒せるわ。はい。いや、今までね、前のパートがなんかで言ったと思うんですけど、時間経つのが遅くて記憶力がねーっていうのを言ってましたけど、いや、時間経つのが早く感じちゃいました。感じてきました。現金だね、私もね。うん、今の若い子に現金だねっていうの通用するのかな、よくよく考えたら。昔はね、現金だねーって、こういう性格の現金だねーって言ってましたけどね。私はなんかの漫画で覚えた気がします。現金だねーっていうのね。そういう都合のいいご都合主義みたいな感じね。でしかも少女漫画だったような気がするね。うん、なんかまずいぞこれ。ああ、行ったか、よかった。はい、でずーっとまっすぐ行けば、まあね、多い敵出たら逃げりゃいいんですから。もう食料5000とかね、1万ぐらいにしたらね、1万いくのかどうか分かんないですけど、1万ぐらいにでき、あれどこ、これは、なんでこんなとこあるの、ん、また道間違えちゃった。私こんなとこないんだけどね。あ、これ扉左にあったらやばい。あ、ないね、大丈夫だね。あれ、こんなとこないんですけどね、下りの階段が。あ、あやややややや、分かれ道をもう一箇所しかなくて、下りの階段が出てくるはずなんですけど、下りの階段ちょっとよく見てみましょう。これね、こうでしょ。ちょっと待ってくださいね。で、右見たらズドン。あ、ズドンだね。で、これ左見たら、あ、わかりました。こっちですわ。で、次、また U ターンになって、で、ここで食料が開いたら間違いないです。あ、よかったよかった。で、ここで下の階段があるんですが、どうしよう、下行っちゃおっか。いや、美味しいんですよね、これね。これで大丈夫なんでしょ。あ、5増えないんだ。なんだ、いやー、これで1000でもうね、5を0にできるのが分かったので、これは本当、ありがとうございました、本当ね。ああ、
こういう思い切った行動を取れるのも、この業を減らせるやり方をね、教えていただいたというか、ご提案いただいたのね、検証材料としてご提案いただいて、検証して OK だったということで、非常に未来が明るくなりました。ありがとうございます。というわけでね、じゃあね、ちょっとルンルン気分で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。